こちらは地元火災選出東京都議会議員の上田玲子でございます。6月6日より都議会の夏場所第2回定例会本会議が始まっております。本当にここ何年もですね、第2回定例会は第6波8波、たくさん、感染者が出るような状況の対応、あるいはその前は小池百合子知事の回路台の学歴問題で紛糾、その前は前の都知事舛添知事の公用車のプライベート利用、その後の退陣と、その前はセクハラやじと、毎回この6月の議会は非常に荒れて、私魔の未定と呼んでいましたが、今回は通常都政事業をしっかりチェックをする落ち着いた第2回定例会になりそうです。私のこの第2回の定例会はやはり若い人たちが特殊詐欺のまさに下っ端として使われてしまい、一生棒にしてしまう、こうしたことの対応策、これ警視庁のお仕事、これ都政マターです。こちらについて争点になるのではないかというふうに思っております。また今国政の方でもかねてより私が指摘をしておりました教員による不適切指導によります子どもの自死、こちらについてもぜひですね、私もう本会議の質問権が使ってしまっているので、今年ないので、各会派議員の皆様で取り上げて論及していただきたいと思います。文書質問では、精神、医療の闇と言われる滝山病院事案、こちらをしっかり文書質問で探してまいりたいと思っておりますので、ご期待をいただきたいと思います。また地域を回りながら防災備蓄中川氾濫アラート、ヒヤッとしたあの瞬間を忘れずに防災備蓄どうぞよろしくお願いを申し上げます。